ますか。え、父をご存知なんですか。ヨーロッパ大陸だ。ここまで来てやられてたまるか。生きていたんですね、ゲイル先輩。ロリウェイ、私はあの光景を見た後では素直には喜べませんでした。まるでレイズナーに魔物が取り付いたような感じで、背筋が凍ったからです。一体メッセージ第2段階加速終了。よし、シモール、コースチェック。 OK よ。よし、コース正常にキープ。月、引力圏を脱出、完成飛行中。 OK、 追撃機は？レーダー反応なし、何も追ってこないわ。終わった。アーサー、立派だったわ。よくやったわね。いえ、みんなもういいぞ。あとは地球へまっしぐらだ。やったやった。みんなもういいってさ。大丈夫？わーい、やったやった。クレイトンさんは？おねんねしてる。ドクターエリザベス、クレイトンは大丈夫。子供たちをお願い。はい。ベルさん、ハーディー、みんな上がってこいよ。危機一髪セーフか。いや、それにしても朝、大一番うまくやったな。いざとなれば僕だって。デビット、僕は最年長だよ。まあな。結果はオーライです。そう、結果が良ければいいんだよ。あ、あのさ。だけどびっくりしたぜ、あの時のレイズナーの大活躍。あの無人機の群れにとっ捕まってもうダメかと思ったら、あっという間にすげえパワーで片付けしまうんだもんな。これで3度目だ。レイズナーが危機に陥った時、制御不能になり、レイとは違うシステムが突然作動した。僕は何もしていない。お前はレイなのか。違う。レイじゃない。じゃあ一体レイジ、エイジ、レイズナーには何か特別な増幅装置でもついてるのか。いや、でも人が変わったというか、レイズナーが変身したみたいでした。多分夢中になって限界ギリギリのパワーを出したんだと思う。とにかく無事でよかったってわけ。ああ。アラームメッセージ、レンジ3およびレンジ4に飛行物体。確認を急げ。レディ。未確認飛行物体のコース目標は南アメリカ中部と推定。進入角度39度59分。形式確認、地球上に該当機種ありません。高度 D エイリアン13と推定。 D エイリアン13、異星人か。パッシブホーミングシステム作動しました。中性子ビーム効果ありません。第17防空網突破されました。アクティブホーミングシステム作動しました。ハイパワー X 線レーダーも効きません。第16防空網も突破されました。地上でも戦闘配備につかせろ。第2動
能力部外壁被弾損傷警備高校に支障なし飛行物体より熱弾反応飛行物体レンジ2に侵入飛行物体破壊オールレンジセーフティコスセック被弾による軌道のズレを補正しろレディ僕も全て突破されました大気圏突入を阻止することは不可能ですドワイト将軍 D エイリアン13の侵入とは誠かは間違いありませんビッグ SDI ネットを突破されたのかやはりこれは月の異変と関係あるものと思われますもちろんだ閣下もちろんだよキャプテン緊急通信コードトリプル A 国連宇宙局本部応答願いますこちらはエリザベス・クレブリー国連宇宙局本部応答願います国連宇宙局本部応答願いますこちらはエリザベス・クレブリードクター・エリザベス連絡を待っていた本部長のギルバート博士と話したまえジョン・ギルバートだ異変が起こったことは分かっているよく無事でいられたものだ火星および月面のあらゆる施設はグラドスという異星人の干渉と攻撃によって破壊されましたグラドスブルドレン太陽系の惑星名ですグラドス星人は地球を制圧する目的ですでに作戦を起こしています詳しく話してくれドクターエリザベスはいその前に私たちはグラドスの小型艇に乗っています異星人のはい各国軍隊に攻撃しないよう手配願いますわかった米ソをはじめ主要国に緊急要請だはいドクターエリザベス今各国に要請するよう手配した感謝します詳しい話を聞きたい私よりここにいるエイジから直接お聞きくださいエイジエイジはグラドス人と地球人との混血児で私たちの味方です混血児そんなことがいや続けてくれエイジ僕はグラドスから地球の危機を知らせに来ましたグラドスでは地球人の宇宙進出に危険を感じて地球封じ込めに出たのです君はそのグラドスの僕はアルバトロナルエイジアスカアスカ母はグラドス人ですが父は地球人です名は何というケンアスカケンアスカ父をご存知なんですかえ知っているとも私は君の父上を宇宙へ送り出したスタッフの一人であり君の父上とは親友だったのだではアポロ X0 計画のジョン・ギルバート博士ですかそうその通りだよエイジ君の父上が生きていたとはお会いしたいです早く私もだエイジインフォメーションメッセージ大気圏突入まで3コンマ00聞こえたよエイジ無事到着を祈っているはい父を知っている人がいた、ね、エイジすごいじゃないやりましたねエイジよかったわねそのうちいとこだなんだっていっぱい出てきて大変だぞそりゃ大変だこの時のみんなの笑い声は苦しみも悲しみも怒りも憎しみもそれまでの嫌なことすべてをあっという間に吹き飛ばしてくれましただってエイジのお父さんを知っている人が地球にいたんですものインフォメーションメッセージ大気圏突入まで2コンマ00みんな安全な姿勢をとってくれ大気圏突入だイエーイそれいけた帰ってきました地球へ私たちのふるさと青く輝く地球へ私たちはやっとの思いで帰ってきたのです裏切り者め地球の防空網を突破したようですないかがいたします閣下ギューラ隊にブラッディ・カイザルを編入させろはグラドスへの忠誠とエイジへの怨念が本物かどうか見てみたいなるほど閣下も人が悪いしかし結末が楽しみですな地球人どもに我がグラドスの兵器が渡ることは何としても避けたい
了解。追撃機だ。エイジ、ロアン、行くぞ。はい。お前は本当にレイなのか。意味不明、再入力。レイ、他にコード名はあるのか。メモリーバンクになし。一体どういうことだ。アラームメッセージ、敵機有効射程内に接近。発進する。レディ。ここまで来てやられてたまるか。全員無事に地球の土を踏むんだ。敵 SPT レンジ1に侵入。熱弾反応。行くぞ。クライム階段。ゲール先輩の専用機と同型だ。まさか、まさかゲール先輩が。ゲール先輩、あの時ゲール先輩は生きていたのか。先輩があの後母艦に助けられたとしたら、ゲール先輩、ゲール先輩ですね。ご無事だったんですね。応答してください。生きていたんですね、ゲール先輩。ゲール先輩、返事をしてください。僕は二度とあなたを撃ちたくないんです。地球が抱き多数。
こちらはアメリカ空軍エイムズ少佐だ。ドクターエリザベス応答せよ。ドクターエリザベス。こちらエリザベス、エイムズ少佐。私たちの小型艇は敵の追撃を受けています。分かった、任せろ。第2第3中隊は後続の敵に向かえ。第1中隊は護衛だ。まだ。ドクター、後方からも大変態が来るわ。え、きっとソランかどっかの軍隊よ。みんな援軍よ、すぐに戻って。分かった。素晴らしい動き、ゲイル先輩に違いない。しかしなぜ赤色を。ドクターエリザベス、君たちをエドワーズ空軍基地へ誘導する。え、いえ、国連宇宙局本部へお願いします。見た通り国連基地への誘導は不可能だ。安全着陸を優先する。同意する前に条件があります。なんだ。私たちは国連スタッフです。相応の処遇を要請します。分かった、ついてきたまえ。増援接近。ひとまず引け。ブラッディ・カイザル、何をしている。起動しろ。大西洋上における戦闘で我が軍の 90% とソ連軍などことごとく撃破されました。閣下、問題の宇宙艇が着きました。よし、モニターに出せ。はっ。やっぱり地球の空気が最高だ。異星人は中か。捕虜はもちろん、あの連中も別々に徹底して調べ。は。特に異星人の船とその付属品は慎重に分析調査するのだ。スタッフを待機させてあります。急がせるんだ。は。お待たせしました、ドワイトです。おめでとう、ドワイト。すべて手に入れたそうだな。今ソ連側から捕虜を勝手に独占するなと抗議があった。異星人かどうか目下確認中です。この次にはそう言っておこう。君は政治家に向いているようだな。お褒めの言葉と思ってよろしいのでしょうか。国際政治に勝つには常にリーダーシップを取り続けることだ。そのための材料は今我が手にあるということですな。何？エイジのシャトルを取り逃がした。は、地球人どものスクランブルが予想外に多く。言い訳は聞かぬ。は。それで地球の反応は。は、すでに我々の存在を察知している様子が見えます。だろうな。移動して待機しろ。了解。閣下、火星や月のようにはいかないようですな。奴らもボタンを押せば終わりだからな。いかにも。さてと。米外務省より入電。問い合わせの異星人のシャトル現在地不明、目下調査中。以上。とぼけおって、エイジ・アスカを捕虜にでもしたつもりなのか。ホワイトハウスへコール。大統領を呼び出せ。
私が直接話をする。わかりました。これでは捕虜扱いです。国連本部に連絡を取ってください。ま、落ち着いて鎮静剤を打ちましょう。いりません。今のあなたには必要ですよ。無礼な、手を離しなさい。いつまで鏡とにらめっこさせやがんで。出せよ。無駄よデイビッド。これはマジックミラー。私たちは監視されてるのよ。本当か。べー、上品ではないですね。にぃ。もう一回やって、もう一回。父さん、こんなことでくじけはしないよ。僕の体を血の一滴まで調べるがいい。地球人と同じ血が流れているんだ。そして僕の心の中も調べてみればいい。僕が何を命がけて伝えに来たか分かるはずだ。レイズナーも調べているのか。レイズナーに迂闊に触れるのはやめろ。危険なんだ。誰か聞いてるのか。レイズナーは危険なんだ。人を信じるために人はいつから証拠が必要になったのでしょう。私には分かりません。でも人はそのために誤解を重ねて大きな不幸を招くような気がします。この後に起こった恐ろしい出来事はまさにそうした結果だと思いました。あのチェックだけはやめてください。あなたは今迷っているのね。私だから僕は手を触れるなとあれだけ忠告したんだ。エイジ逃げて。